ハロー、おばあちゃんです。今日はギターのお手入れをしたいと思います。去年の8月にギターを買って、初めてのお手入れです。去年の8月にギターを買ってから初めてのお手入れなんだけど、本当はもっとまめに拭いたりした方がいいのかな。どれくらいの頻度でお手入れすればいいんだろう。オイルをつけて磨いたら、すごいツヤツヤして男前なギターになりました。そしたらおやつタイムです。おやつを持ってきます。ちょっとお待ちください。
今日は買い物に行ったらいいバナナがあったので買ってきました。すごい青くて大きいバナナでした。今日のおやつにいただきたいと思います。どうでもいい話なんだけど、買い物に行った時にバナナ売り場で近くにいたおばちゃんがすごい一生懸命バナナを選んでて、なかなか決められなかったようなんだけど、あのおばちゃんはどんなバナナを探してたんだろうな、どんなバナナが好きなんだろうな。好みって人それぞれだからね。おやつも食べたから練習しようかな。ハロー、おばあちゃんだよ。みんな乗ってるかい？イエーイ。孫がいるからおばあちゃん、今日もスカート履いてやってるよ。ロックンロール。50代からギターを始めたおばあちゃん、でも指が動かないよ。そんなことは。ご視聴ありがとうございます。気長に温かく見守っていただけると嬉しいです。